私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。ミュージカルは人生のあらゆる出来事を映し出します。染み入りますね。井上芳雄が解放ただ人に嫉妬？知念里奈の夫井上芳雄、ミュージカル界のプリンスとまで呼ばれている。11月3日放送のミュージカル TV では、ミュージカル俳優の井上芳雄さんと尚飛美優さんが出演。井上さんのミュージカルファンへのメッセージが話題を集めました。視覚化木沢優と尚飛美優の突然の告白にガッツポーズ。さらに、柿沢さんがスタジオに現れると、井上さんは、どうですか？ゆうみちゃん、カッキーのイメージは、と尋ねます。すると、尚飛さんは、大好きです。と、コメント。尚飛さんからの突然の告白に、柿沢さんは、ガッツポーズで喜びを表現します。心の声が漏れ出たこともあり、顔を赤らめながら、さききさきさん、柿沢さんのお芝居が、私は大好きで、とミュージカル俳優として尊敬していることを明かします。また、柿沢さんは、僕、こんなこと言ったら本当に極論なんですけど、舞台の作品の中で役として入れたら、歌がちょっとずれて、用途踊りがちょっと変になろうと、僕はいいんじゃないかと思っちゃいます。と、持論を展開。柿沢さんは、ミュージカル、ジキル&ハイド、の、時が来た、を披露します。四角い井上芳雄が解放ただ人に嫉妬？井上さんと尚飛さんがマックを務めるミュージカル TV はクラシック TV のスピンオフ特番。マックの二人に加え、ケリー・エリスさん、柿沢優斗さん、浜田恵さん、解放直人さんといったミュージカ界の第一線で活躍するゲストが登場し歌声を披露。井上さんは、ミュージカルが人を引きつけるポイント、として、I wish song と、感情の爆発、の2つの項目を挙げます。I wish song を歌うことになった解放さんが、スタジオに登場すると、井上さんは、素晴らしい歌手なんですよ、と、その歌唱力を絶賛。続けて、井上さんは、上手すぎて、嫌いになりそうなぐらい、と伝えると、解放さんは、光栄です。と答え苦笑いを浮かべます。また、I wish song を歌うことの心境を聞かれた解放さんは、僕は、ノートルダムの鐘という作品に出させていただいた時に、Out there、日差しの中に、絵というこれもいわゆる、I wish song なんですけれども、とても歌っていて気持ち良くなりやすい曲ではある。でも、それに飲み込まれることなく俳優としては、しっかりと演劇の世界で、キャラクターとして、セリフとして語るっていうところをすごく大事にしてます、と答えます。この話を聞いた井上さんは、正解です。と、コメント。そんな解放さんは、ノートルダムの鐘、の、用差しの中へ、お披露。四角い井上芳雄、ミュージカル界のプリンスとまで呼ばれる魅力がよくわかる一言。番組のエンディング、井上さんは、ミュージカルは人生のあらゆる出来事を映し出します。だから今のあなたに寄り添う曲も必ず見つかるはず。Your Song をミュージカルの中からぜひ見つけてみてください。と、ミュージカルファンに向けてメッセージを伝えます。この流れから井上さんは、ルーラン・ルージュ、ザ・ミュージカルから、Your Song、Your Song を披露し、番組の最後を締めくくります。今回の放送にはネット上で、井上芳雄さんが、ミュージカルはあなたの人生を映し出します。とおっしゃっていて自分がミュージカルにハマった理由がわかりました。1時間あっという間幸せでした。井上さんのメッセージが身に染みました。まさに本当にそうです。物語と曲と登場人物と全てのパワーが今の自分と重なった瞬間が最高に好きです。ミュージカル大好きだ。芳雄さんのお歌はなんて希望に満ちているんだなどのコメントが上がっています。井上さんのことを知らない人にとっては、知念里奈さんの夫というと、ピンとくる人もいるかもしれません。ミュージカルファンの間では、ミュージカル界のプリンス、と称されるほどの人気を誇っています。今回の放送では、ミュージカルの魅力を完璧に言い表し、ファンの心をわしづかみにしたようです。
井上さんがなぜこれほどの人気があるのかがよくわかる一幕だったのではないでしょうか。ミュージカルは人生のあらゆる出来事を映し出しますというメッセージ染み入りますね。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。